光景です、この度ですね、3月11日に、予定していましたチャリティーイベント、あの日に思いを馳せる夜が、コロナウイルス感染拡大防止、を受けてですね、開催中止させていただく運びとなりました。なんですけども、そう、こんなにね、素敵な会場から会場でね、ライブをする予定だったんですけども、すごく残念でですね、なので楽しみにしていただいている皆さんに音楽をお届けするべく、したいと思いまして、当日19時半から、この会場から予定していたライブをそのまま、生配信させていただく予定です。この生配信は前編、主催者さんのチャンネル、 YouTube チャンネルにて放送、される無料で生配信する予定なんですけども、私の出演部分に関しましては私の YouTube チャンネルでも、同時に生配信させてもらう予定です。でですね、その私の YouTube チャンネルから見てくれている、皆さんに関しましては、YouTube のスーパーチャットというシステムを使いまして、皆さんからいただいた、投げ銭の一部をですね、寄付予定でありました子どもの村東北さんに、寄付させていただく予定です。ですので皆さん、3月11日の夜19時半から予定を開けていただけるとすごく嬉しいです。こんな素敵な会場さんからお届けします。そしてバイオリニストの翔吾さんという方も出演されますので、皆さん楽しみにしていてください。それでは3月11日の夜会いましょう。バイバイ。